どうも、タケノネットです。今日もよろしくお願いいたします。今日はクラフトジンくじを買いましたので、その開封をこれですねしたいと思ってます。さあ何が当たるでしょうか。前回はこれが当たりました。アルケミーのファーストエッセンスジンです。これ特賞ですね。今回も特賞の中に入ってます。内容をちょっと画面に出しますね。でですね、特賞から、1等まで、200本限定で、特賞から1等までが全部合わせて20本ですか。だから10本に1本当たりが入っているということですね。で、2等が4種類あります。その中でもちょっとこれだけはもう持ってるんで、ノルデスガリシア、ね、これだけはちょっと外して別のだったら2等でもいいかなと思ってます。全部ね買った値段よりは、高いものっていうことになってますんで、期待してます。では早速開けたいと思います。さてどうでしょう。はい、とりあえず開きました。開けます。さあ、大体ねこの箱を持った感じでちょっと分かるんですよね。背は高くない方なんで、なんか嫌な予感がする。持った感じですね、重さ。背低い。あ、ん、これは、あ、あ、やっちゃいました。2本目です。外れました。まあね、前回特賞だったんで、まあ、今回2等はしょうがないかなと思ってたんですけど、その中でもちょっと一番もうね、これほら、2本目残念でした。まあね、しかしあのこれ、このノルデスガリシアンジン、これねまたレビューしますけど、非常にあの香り高いジンで、僕は結構好きなんですよ。だからまあしょうがないかな、割安で買えたっていうことで納得しましょう。はい、ということで今日はちょっと残念な動画になりましたけど、クラフトジンくじ開封動画でした。じゃあ今日はこの辺で残念ながら終わりたいと思います。タケオネットでした。最後までご視聴ありがとうございました。